こんにちは、ブラスです。今回の修理はビブランの2021や2060などのワンピースソールのかかと修理の動画になります。クッション性が良くて履き心地がいい分だけどうしてもかかとのみが減ってしまいます。その部分に硬いラバー素材を埋め込むことでクッション性はそのままに耐久性を増すようなお修理になります。今回から作業中のナレーションはなしにして作業終わりにまたご説明させていただくスタイルでやっています。どのような構成が見やすいのかまだ手探りなのですが、ぜひご意見いただければ幸いです。ぜひ最後まで見てください。では地下でヒールに基準線を描くところからスタートいたします。どうぞ。
見ていただいてありがとうございます。この修理において大事なのは、クッション性をできるだけ損なわずに、耐久性をどうつけるかということと、元のソールデザインとのマッチングがいいように装着するという点です。ソールのラインに違和感が出ないように、流れが途切れないように、再度仕上げた後に円盤で整えるような作業をしました。淡い色味だと、色味の違いがどうしても出てしまうんですけど、黒や茶色の場合はもう少し目立ちづらいかもしれません。ちなみに、素材の厚みは10ミリあるので、10ミリ以下の減りの場合はそのまま装着できます。もし10ミリより減ってしまっていても、継ぎ足してお修理することは可能です。ここまで減ってから、ラバーミットギリギリまで粘ってオールソール交換すればいいんじゃないかというご意見もあると思います。まさにその通りなんですけど、実は僕らが気にしているのは、アッパーの歪みで片べりして外側に倒れて、外に荷重がかかった状態で履いているとアッパーの外側だけ伸びてしまっているということがあります。その場合ソール交換してもアッパーの歪みが治らないという事例が発生しています。また別の視点なんですけど、オイルのみを用いて頻繁にメンテナンスをしていると革が柔らかく張りがなくなって型崩れを誘発しやすくなるという話をさせていただくことがあります。その話と、片べりの話がリンクしています。ちなみに、4014の場合はこのようなソールパターンで修理させていただいております。こういった形ですね。今回のようなメンテナンスですとスターターセットでできますので、ぜひお試しください。ウェブストアでお買い求めいただけます。では次はおそらくウエストンのゴルフのソール交換の動画になると思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。失礼します。